御坊市にある国立和歌山工業高等専門学校で開催されている紀の国ジュニアドクター育成塾。次世代の科学技術を担う人材を発掘育成しようと、国の科学技術振興機構が実施している事業で、小学校5年生から中学校3年生までを対象に、力学や化学、生物、ロボット、環境など数多くの講座が開かれています。この日取材したのは環境分野の講座の一つで、今大きな問題となっているプラスチックごみと海の環境がテーマです。講習ではまず近くの海で取ってきた魚の解剖が行われました。魚の胃や腸の中に小さなプラスチック片などが実際に入っているのかを確かめます。試験管に水と内臓を入れて攪拌し、容器に出して丁寧に調べていくと、さまざまな色の小さな物質がいくつか見つかりました。多分ゴミ袋の PE の波形になると思います、うん、まず海にプラスチックゴミがあるっていうのは分かってるんですけれども、生態系の中に、体の中にどのぐらい入ってるのかっていうのがあまり認識がないので、こういう講座を通じて、まあ、それを見てもらいたい、それがまず第一の目的です、はい、そうですね、日頃食べてる家族の方と釣りに行ったりとかする魚から実際こうやってたくさんのプラスチックが出てくるっていうのがかなりショッキングだと思います。この後は見つけた物質を分析機にかけ、その成分を解析します。この解析で魚の内臓に入っていた物質がレジ袋などに使われるポリエチレンなのか、食品トレーなどに使われる発泡スチロール類なのか、またペットボトル類なのか、その元の形を探ることができ、どんなものが海洋ごみとなって魚や海の生き物に取り込まれているかが想像できます。もともと魚はプラスチックとか食べやんのに、そんなのがお腹から出てきてかわいそうと思った。学校の授業とかでなんかそういう環境問題になってるっていうのは聞いたことあるから、なんかそういう魚が食べてしまってるっていうのはちょっとだけ知ってたけど、なんかこんだけなんか深刻な問題だったっていうのは今日初めて知りました。魚たちが思った以上に普通に身近な魚でも食べていたので、人間にもしかしたら影響が出るのではないかなと思いました。先生方がおっしゃっていましたが、夏祭りや、海で遊んだ時にゴミが出るというので、自分は出さないように気をつけたいと思いました。そうですね、子どもがまず次の世代ゴミをしないっていう風な認識を持った、そういう世代を作っていきたいっていうのが大事かなと思って。そうですね、海がきれいな和歌山でも幸運だけ出てくるということは、都市部はもっと汚れてるっていうことになりますから、大変もうその初等教育からこういったことはやっていきたいし、我々も協力できることはやっていきたいなと思ってます。海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 和歌山県の SNS チャンネル登録もよろしくお願いします。